皆さんこんにちは。今日はお母さんと一緒のファミリーコンサートのミニミュージカルについてお知らせしたいと思います。4月1日の放送ではファミリーコンサートの中で歌の部分ではなくミニミュージカル鬼と忍者の桃合戦が紹介されますね。内容としましてはお腹を空かせた鬼が村にやってきて、桃を育てていた村人たちは鬼を追い払うように忍者にお願いをするというような内容らしいですね。お母さんと一緒でミニミュージカルが放送されることはあまりないのでとても貴重になります。ぜひとも見てくださいね。はい、今日はお母さんと一緒のファミリーコンサートミニミュージカルについてでした。次の動画を楽しみにしていてくださいね。